セトル奈良町で料理長をしております井田と申します。株式会社ホロニックに入って、このセトル奈良町の立ち上げから約3年料理長としてやらせてもらっています。メニュー考えたりだったりとか、公認の育成だったり、まあそういうところを任されてやっております。基本的に最初スタートが、イタリアンだったので、まあ、フレンチというところが、まあ、メインになるんですけど、まあ、イタリアンの技法であったりとか、素材そのものの味を生かした料理っていうところを、まあ、基本的に意識しながら日々やっております。まあ、正直なところ、奈良に来て初めて知った食材っていうのがほとんどで、特に野菜なんかは知らなかったものがたくさんあったんですよ。野菜で言うとよく言われるのが、まあ、甘みであったりとか、まあ、歯ごたえであったりとかっていうところが、まあ、美味しいというか、まあ、珍重される部分であると思うんですけど、奈良のその、まあ、伝統野菜であったり大和野菜っていうのに触れ始めて感じたことっていうのが、苦味であったりあと辛味であったり、そういう人間のその五感で感じられるアクセントっていうのが非常に良くて、その辺はまあ使ってて面白いなって思う点の一つです。野菜そのものの、その香りであったり味わいをなるべく殺さないような調理は心がけています。まあ加熱したりすることによってまた風味が高まるものっていうのもあるので、たくさん奈良の伝統野菜大和野菜っていうのはあるんですけど、まあその野菜それぞれに持つ本当の、まあ、いいところを引き出すというか、まあ、そういうことには心がけながら調理しております。基本的にはその、まあ、私自身が初めて知った食材、まあ、お肉であったり、あと野菜であったりっていうところを知っていただくっていうのはもちろんなんですけど、奈良を思い出していただけるきっかけになってもらえるような料理っていうのを作っていくことで、その奈良をたくさん知っていただいて、また奈良に来ていただくっていうところを心がけてます。畑の方で野菜も作ってるんですけど、まあ、いずれは奈良の伝統野菜、大和野菜で埋め尽くされた奈良町ファームで、それを見ていただいた上で、一緒に収穫したりとか、お料理も作れたらいいなっていうところまで考えてます。奈良町ファームっていうところを、もっとお客さんに奈良を知っていただくきっかけになるようになれ